それではここから日本語でディスカッションさせていただきたいと思いますので、英語の通訳が必要な方はチャンネル1でご視聴いただけるかと思います。よろしくお願いいたします。それでは本日日本のエイジテック分野でご活躍の5名のパネリストの方、どうぞよろしくお願いいたします。本日のディスカッションは、大きなビジョン、エコシステムというところから、そしてその中で、皆さんが感じてられる課題ですとか、チャレンジ、そして最後にですね、インターナショナルのコラボレーション、こういったところのニーズのようなものを伺っていきたいと思っております。では最初に鈴木様にぜひお伺いしたいと思うんですが、現在 ATR の中でどのようなエイジテック分野の事業をされているのか、また日本で事業を成功させるための道筋のようなもの、どのようにお考えなのか、ぜひそのあたりをお伺いください。はい、ありがとうございます。鈴木でございます。弊社は研究所ですので、まず研究成果を出すことをしております。でエイジテック関係ですと脳科学ですね、ブレインサイエンス、それからロボティクス、アバターも含むロボティクス、この関係でエイジテックに使えるようなシーズを生み出しているということになります。でそれを世の中に出していくときにですね、重要なのはやっぱり連携です。連携をいかに構築していくかとか非常に重要です。例えば脳科学ですと製薬会社と今一緒に研究を進めて、もうクリニカルテストもしておりますし、これはですね、精神疾患の治療診断に使える技術の実用化に向かっております。ロボットにつきましては、これもですね、企業様とコンソーシアムを作ってニーズを把握した上で研究成果を世の中に出しているということをしております。それからさらにですね、投資家とも連携して京阪の ATR ファンドというものを、47億円なんとか集めまして、我々の技術を使うところに投資をして、なんですかね、技術を世の中に出していくということもしておりますし、最近では、研究者自らですね、起業をして、そのテクノロジーをよく理解した上で、いろいろなその起業家とも連携しながら自ら世の中に出していくということをしております。ですので、一番重要なことは連携をし、そして世の中のニーズをしっかり把握した上で、そのチャレンジをしてシーズを生かしていくと、そこに尽きるかなと思っております。ありがとうございます。今 の鈴木様のお話なんですけど、小林様の視点から今後こう世界と日本が連携していく上で最優先で取り組むべきこと、どんなふうにお考えですか？はい、ありがとうございます。JST の小林でございます。そうですね、研究っていうのは2種類あるというふうに思っておりまして、一つは研究者の自発的な興味から生まれるキュリオシティドリブン研究ですね。これは研究の知識、研究を通じて知識の新しい知識の開発ですとか、研究そのものが目的になっているものだと思うんですが、例えば高齢化社会の解決に向けたような課題が設定されているもの、ミッションオリエンテッドと言われている研究のタイプとしては、しっかりとテクノロジーが引っ張っていくのではなくて、ニーズをベースにして研究、いろいろ先ほど高齢者の方々のご意見が出てましたよね。あれは多分研究をするにあたってあそこを無視しては全く解決はできないと思っておりますので、いわゆるそのニーズプルの立場で研究を行っていくことが重要だと思っています。それで例えばその高齢化社会という課題というのは、日本のみならず、例えば我々はスウェーデンだったりとかカナダであったりとかと共同研究をしてますけれども、その世界の先進国の共通課題であるわけでして、そこの必ずその、国によって文化が違ったりインフラが違ったり制度が違ったりしますので、そこの違いは把握する必要はあるんですが、必ずキーになる一緒の部分というのはあるはずですね。そこは共通して協力をしながら解決をしていくものだと思っておりまして、そのためには、さっき の基礎研究と違ってニーズを考えるならば、研究者のみならず、研究者というのは自然科学の研究者のみならずですね、例えば法律とか経済をやってらっしゃる社会科学者であったりとか、それこそ先ほどの、ニーズをよく分かってらっしゃる高齢者の方々ですね、シチズンサイエンスとかそういう言い方をするかもしれませんけども、そういった方々もしっかり課題設定の段階から巻き込んで考えていくと、これを双方の国々が一緒にやることによって、我々が求める成果が得られるんじゃないかというふうには考えています。ありがとうございます。では川島先生にお伺いいたします。先生のご視点からですね、エイジテックを取り巻く環境の中で現在のニーズ、それから今後のポテンシャル、こういったところを少しお伺いできればと思います。はい、
まず最初にエコシステムという観点からお話しさせてもらいたいと思うんですけれども、非常にスモールワールドのエコシステムとしては、まずエイジテックということでは、そのエビデンスベースでないといけないという大事なポイントがあります。で、しっかりとしたエビデンスをもとに、それをまあ商品化して社会に出す。で、エビデンスを取るということは、これは民間企業では非常に難しいと。なので、行うべきは大学等の研究機関が行う。我々の場合も、大学でシーズのエビデンス、まあ、エビデンスレベルの一番高いランダマイズコントロールスタディまで行った上で、その結果をもって、それを民間企業で、実現して社会実装を行う。そこの、非常に小さいスモールワールドですけども、そこのエコシステムは動かしていると。で、これを海外展開するということに関しても、もちろんこの特にエイジテックというのは世界中で必要ですから、日本の中で留めておくわけにはいかない。ただそれはただ単に日本で生まれた技術をそのローカライズするだけでうまくいくかというとそうでもない。実際我々が行ってきているのはアメリカで我々の技術をローカライズした上でランダマイズドコントロールスタディをして、で、アメリカの高齢者にとって有益だという証拠を論文まで出した上で、米国にベンチャーを作りました。で、それで、その米国の中で今度は我々の技術を使ったエイジテックを展開するという順番で行っています。少なくともこういうスモールワールドのエイジテック、エコシステムというのは必要だと。で、これがその将来どう展開していくか。一番大きな問題点というのは、やっぱりプラットフォームの問題だと思っています。で、特にエイジテックというのは、例えば我々はブレインサイエンスを行っていますけれども、ブレインサイエンスだけで完結しません。スリープサイエンス、それから栄養、運動、様々なものをコンビネーションとして組み合わせなくてはいけない。で、それぞれに対して、たくさんのベンチャー企業が世界中にあるということ。これは先ほども紹介があった通りですけれども、それらをどうコネクトするかと。どういったプラットフォームでつないで、で、実際に高齢者の方々に届けるかというところが、将来にわたっての大きな課題だというふうに考えています。で、そのプラットフォーマーとなるのが、いわゆる GAFA なのか、それとも、その第三者機関なのか、国なのか、そこら辺の議論を煮詰めていくというのが、これからの課題だと考えています。ありがとうございます。はい。それでは次にですね、エイジテックのこの開発、そして実装に関するバリアであったり、チャレンジというところにお話を深めていきたいんですが、早野様、いろいろなビジネスのシチュエーションに出会われると思うんですが、エイジテックが今後浸透していくため、そのための現在の日本の中でのバリアであったり、課題についてぜひ伺わせてください。ありがとうございます。デロイトの早野でございます。そうですね。一般的に我々こういう、高齢者に限らないですけれども、イノベーションを考えるときにヘルスケアにおいてよくですね、6つのポイントが大事だと思っています。1つがですね、マネタイズとかビジネスモデルと呼ばれるところですね。で、2つ目が、エビデンスのところ、今先ほど川島先生お話ししたところですね。で、3つ目が規制ですね。で、4つ目がいわゆる顧客であったりいろいろな使い手ないしは使ってもらう側のインサイト、で、5つ目が技術で、6つ目が先ほど言葉にあったような座組エコシステム、こういうものが重要だと思っています。で、とりわけ実装という文脈で語る場合には、最初にあったそのお金を誰かが払ってもらわないと持続的にビジネスとして成立しない。で、必ずしも一つのモノサービスというのを一人の人がずっと使うわけではないので、長く使ってもらって、で、それに対して対価を得るというモデルをしないと、やはりですね、単発的なものだとなかなかその費用対効果っていうのが難しいケースがあるというのが1つ目のポイントです。あとは4つ目はですね、2つ目はですね、その4つ目のポイントにあるようなインサイトというところなんですけれども、例えば、先ほどの話にも若干つながるところあるんですけども、もし高齢者の方々が買い物に行くという工程を取ったら、家から出て乗り物に乗って買い物をして決済して帰ってくるという工程でいろいろな課題があると。で、その中で一つの課題だけを解決するソリューションだと、やはりその人の悩みには答えきれないとしたときに、どういうふうな悩みっていうのが全体の中であるのか、それは本人の悩みもそうですし、例えば買い物であればお店の人の悩みもそうですし、そういうふうな形で悩みを包括的に取ったときに、あるサービスとあるサービスをどうつなげる座組を作るか、こういうふうなところが実装のポイントじゃないかなというふうに見ている中では思っております。ありがとうございます。では岸先生にぜひお伺いしたいんですけれど、アカデミアの方からビジネスの方にシフトをされたという経歴をお持ちで、実際にこのエイジテックビジネスが成功するために先生のご自身からの視点で何が必要だというふうに感じていらっしゃいますか？はい、
はい、ありがとうございます。岸でございます。遡るところ私の場合ですね、2009年に大学院の学費のために在宅医療を始めたところがやはり起点になります。で、他の方々もおっしゃられてましたけれども、自分もその体験をしてその世界を見なかったら何もできないこと、分からないことが多いと思うんですね。で、皆様ご両親との関係であったり、どこかで通して今エイジングとどんな形であったとしても向き合っていると思います。で、私の場合はたまたま自分がじゃあそこに興味を持ち始めた時に、じゃあ自分が今いる場所はどこかと申し上げると、その時実は糖尿病の専門医コースに入っていて、で産業医もするというのが普段の生活だったんですけれども、やりたいことが見つかった時に自分がどこにいるのであれ、アカデミアから、アカデミアでできて何がベネフィットかでいうと、先ほど鹿島先生おっしゃったようにエビデンスを構築する、そこの勉強ができるというのはすごく大事だと思います。で、学ぶって以外で逆に企業様がアカデミアと関わるのであれば、アカデミアとコラボレーションすることであってエビデンスを一緒に構築していくというのができると思いますので、特に大事なことというのは、その場で自分がどの立場かというところも考えながら、私の場合は最終的にはやはり企業側に行かないと本当に届けるというサービスのところに行けなかったところがありますので、その場その場で、コラボレーションをすれば実際自分が動かなくても全部解決していくのかなと思っております。たまたま私は移動したんですけれども、いろいろな立場の方がコラボレートすることで、アカデミアと企業側等ですね、あと政府側のうまいところをコラボレーションできていければなと思ってます。ありがとうございます。それではですね、日本におけるスタートアップの環境、こちらの強化というところで少しお話を伺いたいんですが、ぜひ鈴木様にお願いいたします。日本市場に参入しようとする外国企業の課題として、たくさんのグローバルイノベーションのエコシステムを確立されてきたお立場で、その課題を克服するための最善の方法、このあたりはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。我々実はですね、京阪奈学研都市という東の筑波西の京阪奈という、ところにおります。4年前ですかね、2017年に実は JSC 様からグラントをいただきまして、エコシステムを作れというリサーチコンプレックスというグラントをいただきまして、それから、エコシステムを作り始めて、その時我々はですね、すぐにもうグローバルを見ていこうということで、グローバル連携のネットワークを作り始めました。今はですね、もちろん濃淡あるんですが、750以上のところとつながり、国外も30カ国270を超えるところとつながっております。で、特にですね、事業を一緒にして、しかも MOU ですとかを結んでいるところがですね、今7カ国あります。イスラエル、カナダ、アメリカ、インド、台湾、スペイン、そしてドイツ、バイエルンですね。こことはですね、スタートアップを受け入れ、そして MOU を結んでいると。で、今までですね、4年間やってまいりまして、合計で186のスタートアップを受け入れております。で、半分が海外、半分が日本ですね。で、我々が目標としているのは、海外のスタートアップ、日本のスタートアップを日本の企業とマッチングするということをしております。そのためにプラットフォームとしてアクセラレーションということをしております。で、おかげさまでですね、非常にマッチングの確率は高くて、7割強ですね、マッチングができているということになります。その中で実はスイスのスタートアップも受け入れておりまして、メスナ領事とも親しくさせていただいてですね、ぜひこれからも受け入れたいと思いますけれども、そういったことでネットワークとその仕組みというのはできてきたかなと。で、必ず日本の企業が聞くのはですね、日本の市場でのレコードは何でしょうか、実績はどうですかと、他と比べた差別化は何でしょうかということは必ず聞かれます。で、なかなかそれをですね、スタートアップ単独で、特に海外のスタートアップが単独でやっていくというのは極めて難しいなというのが我々の実感です。そこは語学の、言葉のものも含めてですね、我々のアクセレーションすべて英語でやっておりますけれども、で、私たちが4年間やって、分かったことはですね、やっぱり B2B あるいは B2B2C っていうのはうまくいかないなと。少なくともスタートアップと日本の企業がですね、グローバルな視点でやっていくっていうのは無理だなと。
で、先ほど、川島先生もプラットフォームと言いましたが、我々のアクセラレーションはある意味プラットフォームですので、B2P2B ですね。ビジネス to プラットフォーム to ビジネス。あるいは B2P2B2C。あるいはガバメントがあれでしたら B2P2G ですね。まあ、そういったことで我々がそのプラットフォームとして働くことでグローバルなスタートアップと日本の企業というものをしっかりとビジネスの視点でコラボレーションができるという手応えが今できているということです。で、これはインバウンドだけではなくて我々のプログラムというのは連携先と連携してですね、日本のスタートアップあるいは我々に参加したアクセラレーションに参加したグローバルなスタートアップを海外展開をしていくとアウトバウンドも含めてサポートしているところでございますので、いかにそのプラットフォーム間に入るところがしっかりビジネスモデル技術等をしっかり理解した上で日本の企業にコネクトしていくのかと、日本のビジネスの仕方の特殊性というのも非常にありますので、そのあたりを我々が理解して翻訳してですね、つないであげると、そこがないとなかなか難しいなというのが実感でございます。ありがとうございます。それでは川島先生にもぜひアカデミアの役割というか川島先生自身がこう起業をされたというところを見て今後 そのより多くのイノベーションそれから起業家精神をこう促進していく上でそしてそれを商業に進めていくというそういったところは今後どのようにお考えでいらっしゃいますか。はい、実際我々スタートアップを作って今動かしているわけですけども私たちの場合はちょっと特殊でして東北大学という大学がファンディングをして、で、日立、それから三井物産という国内の非常に大きな企業がかなりの額を出してきているので、そういう意味では、フェアなスタートアップという感じではないですが、東北大学でも多くの若手をスタートアップ企業を作るようにエンカレッジするというプログラムは走っています。で、そこでまず大切だと私たちが思っているのは、例えば私たち先行してスタートしたスタートアップがきちっと成功したという、成功事例を若いその学生たち、企業を目指す学生たちに見せるということ。これがまず一つは、我々の役割だろうなというふうに思っています。皆さんもご存知の通り、スタートアップというのは、ほとんどがうまくいかず潰れていきます。でも、潰れることが分かっているけれども、そのごくわずかなラッキーを掴んで、きちっと大きく伸びることができるんだという夢を持った人たち。この人たちの数がいかに多いかと。要はたくさん作ってその中からいくつか生き残るそのスタートアップが出てくるということが大事だと思っていて特に日本ではそこの起業家精神が非常に低いそのリスクを若い人たちが取りたがらないとだからこそ私たちはその大きな成功が目の前に実際に実例としてあるんだということを見せるということが一つ役割かなというふうに考えています。実際に先生に続くこう次世代は今どこにいるんでしょうか。たくさんいます。僕らの目にも見えないところもたくさんいますし、僕らのところにアクセスしてくる若い子たちもたくさんいます。ただそれが本当にそのスタートアップを作るところまで引っ張っていってあげることができるかというと、残念ながら大学のアカデミアの中では、大学の教員が、教授や准教授が核となって、そこにその若い人たちのアイデアをつける形でスタートアップができていくっていうのが、まだまだ標準化で、そのアメリカやその他の国で行われているように大学院生がスタートアップをどんどん提案して作っていくってところをどう支えるかと。その少なくともエコノミカルにファンディングという観点では大学としてファンディングできるシステム国に作っていただきましたので、そこを利用しながらやっていきたいと思っています。ありがとうございます。ではこのセクションの最後、早野様にお伺いしたいんですが、日本におけるエイジテックの開発や取り組み、そしてコマーシャリゼーションを進めていく上で何か日本の中で変えるべきことがあればぜひ伺いたいと思います。そうですね、変えるべきことっていうのは非常に難しくてどの会社さんないしはどの起業家さんもいろいろな取り組みをなさっていらっしゃってでそういう意味ではなんていうんですかこれが間違っているなんていうことは僭越なことは申し上げられません。ただやっぱり先ほど最初のですね、プレゼンテーションにもあったように世界中でいろいろなイノベーションが起こっていて2週間お休みされると、状況についていけないっていう話もあったと思うんですけど、結局そういうふうなものっていうのを、表面的にだけじゃなくてさらに一歩どういう人のどういう悩みにどういう形で答えるから新しいのであるとか
そういうふうな、なんていうんですかね、世の中で起こっているところというのをニーズというところをより深く、ニーズへの対応方針というところを深く、抑えていくっていうことが成功確率を上げるんではないかなというふうに今日皆さんのお話を聞いてて思いました。ありがとうございます、はい、それではですね、インターナショナルコラボレーションというテーマでですね、少しお伺いできればと思うんですが、小林様、高齢化社会に対応するための技術ということを考えたときに、日本と世界が一体となってこう推進していく上でどんなことを必要であるというふうに今実際感じていらっしゃいますか？そうですね、もちろん高齢化社会の問題というのは日本独自の問題だけではないわけですね。で、ほとんどの先進国はもう、例えば日本の場合は高齢化率が3割になろうとしている中において、他が例えば 20% とかそれぐらいのところにいるとすると、同じような解決すべき、社会問題というのがあって、それを例えば我々は科学技術を用いてそれを解決しようとしている立場ですから、各国にもそれをですね、テクノロジーなりイノベーションで解決をしようと思いながら支援をしている人たちがたくさんいるわけですよね。で、そういった中でもうすでに体験したベストプラクティスとか、これはもうやめた方がいいよとか、それぞれが持っている中において、そこを例えば繰り返さないようにするには、お互いがこう学び合ってですね、いいところは協力をする、自分たちのできないところは相手に任せる、例えばもう日本でできている技術はもう相手に使ってもらえるように改変しながら使ってもらうとか、そういったような協力体制が必要でありまして、日本政府の話としてはできないですけども、例えば JST ではそういったものをエンカレッジするような仕組みを我々のパートナーと一緒に作っていけるといいのかなというふうに思っています。日本のこう政府の支援のようなものっていうのは何かプログラムのような形であるんでしょうか？そうですね、もちろん我々はさっき申し上げたミッションオリエンテッドという立場でいうと、高齢化社会という非常にこう重要な課題がですね、例えば日本の科学技術基本法、科学技術イノベーション計画って第6期というものがあるんですけども、その中で、これから日本は人生100年を迎える中において、健康な生活を送るために科学技術が何をできるのかというようなテーマ設定があります。でそれに基づいて我々はじゃあそれを実現するためにどうしたらいいのかなというプログラムを作るわけですね。具体的なお金を支援するための活動をするわけですけども、その中において、今実際に動いているものの中では、スウェーデンとの高齢化社会に向けた高齢化社会の問題解決に向けた共同研究というプログラムがございますし、今まさに10月の先々週ですかねぐらいから公募が始まったんですけれども、カナダとはですね、 AI を用いた高齢化社会、これ高齢化社会の解決に向けた、研究活動という意味での、国際共同研究が始まろうとしていますので、そういった志を同じくするようなパートナーたちとの共同研究のための仕組みというものをどんどん作っていけたらいいのかなというふうに思っています、ありがとうございます。岸先生、ぜひ少し伺いできたらと思うんですが、先ほど非常に個人的にこういろいろエーステックの中に関わっていらっしゃる部分もお話しされてましたけれど、先生のご視点で、今後日本と世界がこうコラボをしてこういう開発を推進していく、先生ご自身の中でどんなことに期待していらっしゃいますか？そうですね、ヘルシーエイジングという言葉、 WHO が提唱しているのを日本語で健康長寿と言った時に、定義が、今で言うと介護度2度以上ではない人、つまり介護1以下の人なんですけれど、多分国によってもおそらくそのヘルシーエイジングの定義が、それぞれ違うと思うんですが、目指していくことは皆さん同じで、そのようにサポートがなくてもある程度自分で自立して生活を、普段から送れることっていうところは、肌の色が違ってもどの国籍であっても最終的には今同じなのかなと思っております。でそうなった時にやはり活発に、このような場もそうですけれども、エビデンスの方はですね、アカデミアの方はアカデミアの方でヘルシーエイジングシンポジウムというのが何個か今行われてますし、企業の方でもヘルシーエイズのこういうテック のミーティングが行われることによって、面白い臨床研究という大きな枠で見ますと、実は同じ参加者さん1000人いたら1000人にいろんな種類のテクノロジーを使ってもらって評価もできると思っておりますので、
先ほど先生方がプラットフォームというお話をされてましたが、より自分の研究とか自分のプロダクトサービスにこだわらないで、何個か一緒に同じように高齢者の方のヘルシーエイジングを目指すものとしてやっていけると、より効率的というか時間がかからないし、お金も一個ずつにかからないのではないかなと思っています。ありがとうございます。先ほどのビデオにもありましたように、高齢者のシニアの世代の方の中でも非常に技術に対してオープンな方もいらっしゃると思うんですが、そういうシニア世代が新しい技術を受け入れることに抵抗、こういったものは先生たちご自身が携われる中では感じられる場面ってありますでしょうか。ありますか。ありますか。ぜひじゃあお伺いさせてください。いいですか。どうぞどうぞ。すみません、実はですね、今度大きなヘルシーエイジングスタディというのを明日から150人の方で80歳以上の方で、こちらアカデミアの話ですいません、私 の, スタートアップの話ではないんですが、まずこれからバイオマーカー、細かいバイオマーカーと、あとウェアラブルデバイスを使って1年間トラックさせてもらいます。ただご存知のように、そんな膨大なお金がかかる研究をする前にフィジビリティスタディというのをアカデミアではしなければいけなくて、それで問題なければ次に GO いけるんですね。でフィジビリティスタディを昨年3ヶ月間100人の80歳以上の方にして、ウェアラブルデバイスどれぐらい取れるかな、アプリケーションどのぐらい毎日答えてくれるかなってしました。私すごくもう本当に舐めていたなと思ってごめんなさいだったのが、実は一般の方よりも、アンサーレート、さっき、どなたかが、エンスージアムするような方と、言ってましたけど、そういう方 12% の方だったのかもしれないですけど、 90% 以上の方から24時間ずっとウェアラブルデバイスの情報が取れました。なので充電もちゃんとどこかでしてくれて、お風呂に入ってる途中も間も寝てる間も全部つけてくれたので、未来は明るいんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。実経験からのお話大変参考になりました。ありがとうございます。ではですね、ぜひまたこれは皆様にぜひお伺いできたらと思うんですが、日本の若者たちですね、学校の中で接せられる先生方もいらっしゃると思いますが、高齢者が直面する課題の解決に彼らはどの程度意欲的なのかというのをぜひご意見伺ってみたいなと思うんですが、川島先生はいかがですか。はい、少なくとも東北大学の学生たちを見ていると、彼らがその高齢者の健康を支えるということが自分にベネフィットがあるという感覚がありません。なので非常にその我々の教育も行き届いてないなという感覚を持っています。やはりその皆さんが感じていらっしゃる通り、高齢の方が元気であるということはソーシャルコスト、社会的なコストを下げますから、それは直接自分たち の, そのベネフィットになるはずだという感覚があまりない、ね、そこが大きな問題点だというふうに思っています。で残念ながらその今の日本の若者たち、これはおそらく他の国とは随分違うと思うんですけれども、今の日本の若者たちは今自分が生きることのみに必死で、で自分の将来自体もきちっと見てるか、未来を見てるかというとあまり見てる感覚がありません。でその今が良ければいいという中で今の若い人たちは生きている。だから例えば自分が高齢者になるということもイメージできていないし、今の高齢者が何困っているか、今の高齢者がこのままのステータスだと自分たちに何が起こるかということを想像する力もあまり育まれていません。でこれはおそらく私たち日本の基本的な基礎教育がどこかで間違ったのではないかなというふうに思っている、結構深刻な問題だと認識しています、うん、ありがとうございます。早野さんはいかがでしょう、今の若者のお話ですか。そうですね、高齢者もそうですけど若者もそうですけど、やっぱり10波人からぎにはなかなかできないなと思っております。で例えば先ほど岸先生のお話にもあったように、ご高齢の方でその、ウェアラブルを24時間つけてらっしゃる方がすごいいらっしゃったっていうふうなこととかも、やっぱり我々が接してみて初めて分かることだと思うんですよね。でそういうふうな形でその人々を理解していくっていうこと、高齢者とか若者っていう言葉ではなくて、その対象になっている人がどういう人たちかっていうのを理解していくっていうのはすごい大事かなと思っています。で先ほど のご質問の問いに関係ますけど、やっぱり社会的に良いことをしたいって考えてらっしゃる方っていうのは、就職される時とかでも結構多くいらっしゃると思います。で そういうふうな、世の中を良くしたい、社会的に良くしたいということと、
まあ、高齢者に対するエイジテックっていうところのつながりが必ずしも強いケースばかりではないっていうふうな文脈の中で、まあ、こういうふうなことをしていくことが社会にも良いし自分の将来にも良いし、あとはまあ自分の原体験のご家族の方とかやっぱエイジングに触れてらっしゃらない方はあまりいらっしゃらないと思うので、原体験とかにとってもいいんだみたいな話がもっともっと幅広いところからできると良いのかなというふうには思いました。ありがとうございます。大変いろいろなお話を伺ってこられたんですが、ぜひですね今日ここにいらっしゃる方々にご質問などお持ちの方もいらっしゃるかと思います。ぜひこの時間ご質問を皆さんにぶつけていただければと思うんですが、いかがでしょうか。どなたか先生方ぜひお名前とですねどの先生にお話を伺いたいか、ぜひお名前を言っていただき、どうぞそちらの方。すみません、千葉大学阿久津と申します。今ちょうど、インクルージョンテクノロジーの研究をしてまして、で海外エイジング2ポイント東京の、代表者でもあるんですが、日本のマーケット先ほど介護をベースに考えられてるんですが、すごく海外との違いってどっちかっていうとちゃんとマーケティングができてないというか、高齢者っていう一つのステレオタイプがあったりとか、高齢者はテクノロジーが使えないっていうスティグマにこう関わりすぎているような気がするんですね。で、あと問題解決っていう考え方がちょっと違っていて、お困りごとは何ですかっていうふうなものを解決しようとするから非常にテクノロジーが厳しくなるのであって、やはりそのもう少し楽しく何か高齢者がエンジョイできるっていうような視点が日本に必要かなというふうに思ってまして、まあ、JST でいろいろと研究もされてるのもよくよく分かるんですが、まあ、その辺の研究よりもう少しマーケティングって言ったマーケティングという言い方でいいかどうか分かんないんですけど、もう少しそこをこうオーバーカムしないとエイジングテックって日本でせっかく高齢者結構いてですねお金も持っている段階の世代からっていうのは結構お金を持っているので、その人たちにどう思われているのかっていうのは畑野さんと岸さんにお伺いしたいなと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ畑野さんに。はいです、ありがとうございます。今阿久津様おっしゃっていただいたもうまさにそうだなと思いまして、やはりそのなんていうんですかね、ご高齢の方が幸せに生きるというのは問題を解決することではない、ないしは問題を解決することはその中に含まれるということだとしたときに、やはりそのインサイトを理解していく仕方、ないしは悩み事を理解していく仕方というのは非常に何て言うんですかね、これは何が悩みですかって聞くのではなくて、やっぱり生活を観察するですとか、あとはやっぱりその将来どういうことをしたい、例えば孫が成人式になるまでこういうことをしたいとか、そういうふうな将来の夢を聞いていくですとか、やっぱ幅広い人を理解していく、その高齢者という言葉がステレオタイプだっていうのはまさにおっしゃる通りだと思ってまして、その人を理解していって、でそこに対して何か希望を与えることができないかっていうふうなことにお金を払ってくれるっていうケースはあるのではないかなと思いました。はい、ありがとうございます。私がこの、ヘルスエイジングに興味があると申し上げたときに、多くの方に認知症に興味があるんですねって言われたのが、まあ、多分もともとのバックグラウンドのせいもあると思うんですけれども、病気がアウトカムなんだなと思ったんですね。アウトカムがその人の幸福だったり、まあ、ヘルシーエイジングが本当、まあ、心の叫びで言うとヘルシーエイジングがアウトカムなんだけどって心の中で思った通り、介護度がとかではないですし、測ってるその、まあ、高齢者だからこうできないはず、何か否定的な方ではなくて、有名なブルーゾーンスタディって110の方たちの特徴こう探ったスタディがあると思うんですけど、あれは人類学的な研究でしょって笑われる方いるんですけど、個人的にはああいう風な見方の方が決して認知症をアウトカムにするよりはいいのではないかなと思っております。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。ご質問ある方もしよろしければ。はい、お願いいたします。今マイクが行きますのでちょっとお待ちください。三菱総合研究所の松田と言います。私が今非常に興味あるのは高齢者の社会参加なんですけども、アクティブな人は進んで参加するんですけども、やっぱりなんか日本人ってなかなかそういうに参加できないとか恥ずかしいですとか躊躇する、特に男が非常にそういう難しいって時に、どうやったら高齢者の社会参加を促すかということについて聞きたいんですけども、誰に聞くかっていうのはモデレーターの方にお任せします。では川島先生いかがですか。
はい、私たちも高齢者向けのプログラムたくさん作って、で社会参加をどう促すかということは常に考えています。でただその特に大学と研究機関が行う時の大きな問題点は、もともとアクティブな高齢者しか来ないんですね。先ほども例えばガジェットを24時間つけられる、それものすごくアクティブで特殊な層しか集まってなくて、でそこで我々はその研究成果を出したって喜んでるわけです。ところがその背景には9割にも及ぶほとんどの人たちは全然アクティブではない、パッシブに生きているという現状があります。でそれらを引っ張り出す技術っていうのは、その私たちも知りたい、大学として今アイデアがあるかと言われるとはっきりとしたアイデアがないというのが正直なところです。ただそのとりあえず我々はメニューを見せるということは社会に対してしないと、当然どのメニューを選ぶかということは誰もできませんから、たくさんのメニューを見せてあげる必要がある。でそのたくさんのメニューをどう見せるかと、そうすると最初の私の話に帰るんですけども、やっぱりプラットフォームをどう作るかということです。要は例えば一つ一つのアイソレートした企業なり大学なりが、自分たちはこんな技術を持っているから皆さん使ってくださいと言っても広がりません。でも特に例えばインターベンションの世界では、マルチドメインのインターベンションというのが今世界の中心になってきていて、そのカスタマーが好きなものを好きなタイミングで選べるというプラットフォームが用意されている。そうするとその多くの人が参加して脱落も少ないということは分かっていて、そこの緩さというか、そういったものを包括できるようなプラットフォームを作れるか、これは日本だけではなくて世界的にも大きなポイントだというふうに思っています。ただ残念ながらお金が絡むので、そのプラットフォーマーにだけお金が集まるという現状を皆さん嫌がりますから、そうなるといかにフェアなそのプラットフォームを作れるかと。で、そこはもしかすると国なり UN なりがプラットフォーマーになって、そのフェアなシステムを作った上で、どんな立場の人でもちょっとやってみようかな、つまんでみようかなというふうに考えられるような大きなプラットフォームを作るという戦略が必要かなというふうに個人的には思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。他の方か、あ、じゃあそちらの男性の方お願いします。理化学研究所の太田と言います。岸先生にちょっと質問で、先ほどの、バイオマーカーを連続的に集められたという話をされたんですけど、ここで言ってるバイオマーカーっていうのはもう全て生理学的なデータということなんですか？実はタンパクとゲノム全部集めています。 50cc 近くなので、それも倫理委員会通すの大変でした。そうですね、はい、非常に興味深いですね。すみません、これはサンプルサイズと言いますか、どのくらいの規模で集められた、フィジビリティスタディでしょうか？すみません、そのバイオマーカーをどのくらいの方から、数はどのくらいのサイズなんですか？昨年度行いましたのフィジビリティスタディは30人です。30人で3ヶ月。そうですね、わかりました。大変興味深いです。一方でウェアラブルスーツでもデータを取られたということなんですね。はい、今までですね、高齢者の研究というのが質問票、思い出して普段こんな、なんていうんですか、アンケート調査でいわゆるというので行われているものですとか、あと逆に採血がものすごく細かいものはあったんですけれども、両方取ってるのがなかったっていう、単純にで健康長寿な人の秘訣を教えてほしかったんですね。なので両方取らざるを得なかったと。じゃあもうバイオマーカーを取った方とウェアブルデバイスでデータを取られた方、オーバーラップしているという。同じ方たちです。そうですか、わかりました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にはいかがですか？じゃあ後ろの一番後ろにお座りの方お願いします。グスタフと申します。普段は介護現場の経営をやってます。しかし日本ケアテック協会という一般社団法人も2年前からできていて、それは何のためかというと、やっぱりケアテック側、要するにケアテックを作る側と、特に介護現場で行われているケア、あるいは介護現場が求めるケアテックとのギャップがものすごくある。でそれは多分日本だけじゃなくて全世界の共通点だと思うんですけど、このギャップを、どうにかする、あるいは距離がないようにどうしたらいいかっていうのは、あるいはそれは国がやるべきなのか民間企業に任せた方がいいのかっていうのは、まず小林さんにお願いしていいですか？はい、ございます。そうですね、ギャップの問題というのは常にあって、最初にちょっと私申し上げたかもしれませんが、その研究の
やるべきプランを考えるときに必ずその研究者だけの目線ではなくて、その現場の目線とか実際にその、まあ、サービスを受けられる方の意見またはそのサービスを提供している方の意見とかを聞きながらその研究というのは進めていくべきだというふうに考えています。なので我々が今支援している研究課題の中にはですね、必ずチーム構成としてはそういった方々またはレギュレーション側の地域の政府の方々を入れるとか、そういったことが必須条件になっておりますので、まずギャップを埋めるためにはそういったすべての方々をインクルージョンしてですね、議論の中で研究を進めていくことが重要だというふうに考えています。これは我々が今の研究者の方々に求めている要件にもなっています。はい、ありがとうございました。大変時間が短かったんですが、こちらの時間で全て終了の時間になってしまいました。ぜひまた後ほど先生方に何か聞きたかったけど聞けなかったことがあれば少しお時間をいただいて伺ってみてください。先生方大変ありがとうございました。